皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートでガーベラを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています。こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にガーベラの花と茎、それから花びらと光と丸の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。茎の部分は後ほど切り抜いて使っていきます。で、花びらの内側の型は捨てずに取っておきます。こちらは使いやすいようにカットしておきます。それでは花びらから描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。で、ピンク色や桃色、黄色や黄緑色、緑色などを削っています。で、花びらの型を動かないようにテープで固定しています。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。続いて綿棒の先に好きな色をつけて塗っていきます。今回は桃色やピンク色をつけて塗っていきます。点を描くようにして花びらを描いていきます。続いて中心部分の色を消しゴムで消していきます。こちらに綿棒で黄緑色を入れていきます。続いて茎の部分を切り抜いていきます。花びらの内側の型を先ほど塗った部分に合わせて隠しておきます。先ほど塗った部分を隠した状態で茎に色を入れていきます。下地の色を消してから黄緑色や緑色を塗っていきます。型を外すとこのような状態です。で、花びらを増やしたい場合には花びらの型を合わせて内側に色を入れていきます。で、今回はこのまま描いていきたいと思います。背景の空いているところに色を塗っていきます。で、続いて丸と光の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。好きなところに数を増やしていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでガーベラの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。